はいえー、ここでは、えー、中二社会の勉強法についてまとめていきます。えー、中二の社会、まず地理ですが、えーまあ、日本の、えー、地域の特徴などが中心になってきます。えー、歴史ですが、えー、こっちは江戸時代とか明治時代、この辺りが中心になってきます。えー、それぞれポイント紹介していきます。 はい、えまず、えー、チリ、え日本の、え特徴が中心というふうに書いてありますが、まあ、日本は、え日本は海に囲まれた島国です。で、えこういった、え島国だからこそ発達した、え例えば産業とか、まあ、産業で言うなら、え加工ですね。加工、何、物を加工することによって、え利益を出すと。こういった産業が栄えたりとか。 あとは地域ごとに、例えば雨が多い地域が多いとか、雪が多い地域が多い。これも結局周りを海に囲まれているので、その結果湿度が高くなって、そういった特徴があります。こういうふうに日本っていうのはとにかく海に囲まれているっていうのがキーポイントになるので、これを意識して少し覚えていくと意外と頭に入ってくるかなと思います。 はい。次、歴史ですね。えー、歴史は、えーまあ、江戸時代から明治時代にかけてが、えー、中二の範囲なんですが、えー、ここの時代っていうのは、えー、日本が大きく変わった時代です。えー、どういうことかというと、えー、今までは生まれた瞬間から、えー、あなたは商人、あなたは農民、あなたは武士とか、そういうふうに、えー、もう生まれた瞬間に自分の立場っていうのは決まっていました。 ですが、えー、この時代、ちょうど坂本龍馬たちですね、えー、幕末の騎士と言われた人たちが、それは少しおかしいということで、えー、こういった仕組みを全部変えました。で、今では、えー、まあ、生まれてから自分は何になりたいかが当たり前のように決められる時代になりました。えー、こういった日本の、えー、時代が全て変わったのがちょうどこの時期です。だからすごく大事な時期なんですね。 で、えー、ここは、まあ、とにかく、えー、ドラマとか映画とか、こういったものがたくさんあるので、えー、そういったのを見ながら勉強していくと、より理解力が高まるかなと思います。まあ、丸暗記だけでも点数は取れるんですが、えー、せっかくなら、こういった流れも覚えて、やっていくといいかと思います。それ以外、詳しい説明は、えー、下のリンクから、えー、公式サイトに行っていただくと、えー、書いてありますので、えー、よかったら見てみてください。